例えばスタジオでさ、なんかギター今日ちょっとノリが急来れへん、うん、でまあでもじゃあ3人で練習しようかってなって、もうなんかもう喪失感みたいなのすごいもんね。もうああ一人かけるだけで、ああまあね、うじゃあもう一人だと耐えられない、もう耐えもうちょっともうじゃあ無理じゃん弾き方に、うん、いやあれやれる人の度胸偉いこっちゃと、そうだよね。あ、菊間さんがあのリハ来れないことってあったりするんですか、ん、あのリハに来れないこととかあったりするんですか。リハでもほとんどないですよね。でも遅れることは、まあ、もう毎回のように増えますけど、ドラム来れなかったらもうやんないよね。やる、いや加藤さんドラム叩く、何でもできる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 。ドラム叩けるの、叩きますよ。すげえ。歌いながら、いや歌わないけど歌わないけど、歌うさんは全パートできるんで、いやリーダーはできなきゃダメなのよ。マジっすか、当たり前じゃないですか。すげえ。それでできてヘボリーダーなんですよ。できてなお、わかるすか、できてなお、できて最低なんですよ、できることは。ヘビオリーダーで。まるまる叩ける、ちゃんと叩けるってこと、なんとなくじゃなくて、あの曲によっては叩かないのもある、うん、早いやつはね、ツーバースのやつは叩けないけど、でもニュアンスは全然正確にできるし、完璧主義なんですよね。じゃあやっぱ違う、いや違う、器用貧乏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 。